奥羽山脈は、日本の東北地方の中央部を、青森県の夏百半島から福島、栃木県境の大赦山地に至る、全長約5 0 0トルの赤稜山脈である、東北から関東北端まで循環する奥羽山脈。日本の本州最北端の県である、青森県の夏止まり半島付近から、ほぼ南西方向に、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、 福島県と縦断し、栃木県那須岳連邦まで約 500km にわたって連なる赤稜山脈である。標高約 1000m から 2000m 前後の山々が連なり、最高地点は岩手県に位置する岩手山である。東日本火山帯の一部である那須火山帯に含まれており、八甲田山、八幡帯、岩手山、栗駒山,山、 ザオウ連邦、アズマ連邦、アダタラ山、ナス岳などといった火山が存在する。この山脈の名称である王は、日本の律令制に基づいて置かれた、両政国である、道の区国とでは国を合わせた総称に由来する。道の区国とでは国に見られるように、かつてよりこの地域を二つに分け隔てる山脈であった。現在も岩手県と秋田県。 宮城県と山形県に見られるように、この山脈に県の境界が置かれている。日本の気候、特に東北地方の気候もこの山脈によって、日本海側気候と太平洋側気候の二つに分け隔てられる。山脈の一部が、ドアダ八万大国立公園、栗駒国定公園、蔵王国定公園、万代浅日国立公園、日光国立公園に含まれる。 日本列島の形成前からずっと陸地であり続けた北上山地や阿武熊高地とは異なり、大宇山脈は比較的新しい地形である。大宇山脈にあたる場所は日本海の拡大期には海底にあり、その後も火山活動が続いていたものの海面下にあった。陸地になったのは約800万年前のことである。現在まで続く 圧縮圧力により集局しながら隆起し、両側で逆断層を作って高まり、並行して活動した火山が大規模カルデラを作りつつ、高度をさらにいました。山脈の両側ははじめ海だったが、数百万年を経て陸化し、今あるような盆地、低地群が連なるようになった。八幡台岩手山、ザオ連邦アズマ山、アダタラ山、アイズ布ノ山より見る万代山なすだけ、ありがとうございます。